でもさ、なんかね、あの、裏ではね、でも本当は、なんか、ハーズマンはやっぱり真面目なんで、あの、ほら、前にさ、ラストだったかな、ラストであの、ハーチャマがさ、参加できなくて、リスケというか、あの、結局リスケができなかったんですけど、あの、亡くなったコラボの回がさ、あったじゃないですか。なんかスペースかどっかで、ハーチャマがね、未だにね、謝ってくるんよって、もう一回ね、やっぱり謝ったっていうので、もう十分それでもう、向こうもね、ハーチャマだってさ、いろいろさ、あの、理由があるわけだからさ、そんな怒ってもないし、誰も。なのにさ、またね、謝ってきててね、もうハーチャマ、真面目だよ、みたいな。話したじゃん。今も謝ってくれ。いや、そうだな。あのね、昨日のコラボの時に、三人でちょっと早めにね、集まってさ、ちょっと話してて、なんか急にいるのが、あまねちゃん、あまねちゃん、もう、ラストがやりたいよーって言い出して、ハーチャマがね、ラストと言えば、あの時はごめんねーみたいな言ってきてさ、いや、もうそれでもいいよ、ハーチャマ。気にしすぎだろと思ってさ、え、そんな気に、さ、もうさ、ルーナなんかをさ、もう忘れてさ、あの、え、何のことなのみたいな、え、ごめんって何みたいになってて、いや、ほら、なんか一回さ、リスケじゃないけど、ね、コラボができなくなった時あったじゃんとか言って、え、そうだっけとか言って、ルーナ忘れててさ、え、そうだっけそうなんだみたいな感じで、そしたらなんか、ハーチャマが、そう、あの、リスケもさ、できなくてさ、あの時はさ、リスケしようとしたけど、結局できなくてさ、それも本当にごめんね、もう本当に申し訳なかった、とか言っててさ、いや、ハーチャマ大丈夫だよ、とか言ってさ、そしたらね、あの、ルーナがね、え、リスケのやつって何なのな、みたいな。そう、ラストがさ、もうあれもすぐに終わっちゃう感じだったからさ、リスケもできなくて、他のもちょっとできなかったじゃん、とか言って、あ、忘れてたな、ハーチャマまだ謝ってたよ、気にしないで大丈夫だよ、とか言ってさ、そう、言ってましたね。裏では真面目みたいな子が多い。いや、あのね、ここの配信でやってる、おかしな人たちも、あれも事実ですよ。やっぱり裏でも、みんなやっぱね、変わってんなーって思うこと多いもん。フォロメンって変わってんなーって思うけど、やっぱり、わちゃわちゃやっている時と比べて、真面目という時もありますが、まあ、基本的には全員真面目なんだよね。そう。みんなね、自分で行動できて、一人で、いろいろやれるタイプの人たちが集まってるけど、やっぱおかしな人たちの集まりやが、フォロメンって。例外なくね。僕ぐらいじゃない、あんまおかしくないの。割と常識寄りのさ、タイプはさ、僕はね、自分のことはね、凡人普通の人と思ってるんですけど、あの、他のフォロメンたちはね、全員変な、それぞれおかしいね、方向違うけど。ねえよ、ねえよ、じゃない。うわ、もっとだいぶ普通だと思いますけどね、そう。だいぶ普通やで。ちゃんとおかしい。